豊平,豊平橋、豊平橋、豊平橋、豊平橋は札幌市の豊平川に架かる橋。日本百名橋に選定されている札幌市の主要幹線道路の一つである国道三十六号、月サム2の橋であり、交通量が多い。二千二年、平成十四年の二十四時間平均交通量は六万三千八百台となっている。 豊平川の洪水によって幾度も架け替えられている。豊平の地名は、アイヌ語のトゥイエピラ、崩れた崖が由来となっており、豊平橋付近に崩れた崖があったことから名付けられた。石狩川支流の豊平川は、札幌市街地を流れる一本の大きな川であるが、かつては何本も枝分かりして、分流合流が激しく大雨や雪解けの土に洪水を起こす川であった。 1857年、安政4年、石狩城駅として幕府より派遣された、荒井金助は、札幌越新道、千箱豊平千歳を横切る豊平川右岸に、志村哲一、左岸に、吉田茂八を渡し森として置いた。1871年、明治4年4月、豊平川に、最初の橋が架けられた。ただし場付近の4つの分流のうち、 西側の波流に二連の丸木橋が架けられただけで、東の本流と川流は依然として、船で渡る必要があ。しかも、雪解けで川が増水する時期であったため、一か月足らずで、橋は流されてしまった。以後も橋が流出するたびに架け替えることになり、高級的な橋の仮設が望まれるようになった。1873年、明治6年には、豊平橋から室蘭まで。 札幌本堂、室蘭街道が開通し、豊平川東側の本流に三連の丸木橋が架けられて、都線の歴史に終止符が打たれた。1875年、明治8年12月、アメリカ人技師の NW ホルト設計による日本国内初の洋式橋梁、木造トラス橋が208フィート、約62.4メートルと106フィート、 約31.8メートルの大小二連携式で完成した。ホルトが開拓市に提出した報告書レポートオブザトヨヒラリバーブリグダオブサッポロ、イエゾによると当初の設計に基づく大橋のトラス長は165フィート、約49.5メートルであり、6月の時点ではその大きさに合わせた木材の切り出しまで終わっていたのだが工事の視察に訪れた。 黒田清高開拓市長官が大橋の島町を広くするように要請した。ホルトはすでに進行していた作業を無駄にしないように構想を練り、延直部材に連鉄材を用いた木鉄混合のハウトラス形式を導入するとともに、新規設計による木造歩、強しアーチを増設することで大橋の慎重に対応した。しかしこれほど手を尽くした橋も、 一年半後の1877年、明治10年5月に、洪水で流されてしまった。札幌農学校の二代目教頭であり、土木技術者でもあったウィリアム・ホイーラーは、落橋の原因を考察した末に、土手を築き川の本流と支流を一本に合わせれば、大小二連橋にする必要はないとの考えに至り、ホルトの設計に改良を加えた。1878年、 明治十一年十月、木鉄混合ーバートラス構造の大橋が架けられた。未だ原始林の広がる札幌に、高度な技術の成果である橋梁が異様を表す。光景は、1880年、明治十三年の北門寺寺に、豊平川におては、氷病を芸二寺のごとく、構層無比の吊り橋を見ては、札幌第一の体感であると評された。1888年、 明治21年には木造ハウトラスに掛け替えられたが、それもまた流されるという繰り返しであった。1898年、明治31年、岡崎文吉設計による初代鉄橋が完成した。この橋は、橋十64.8メートルのうち36.6メートルが北海道内発の連鉄製によるプラットトラスとして仮設し、 残りは依然木造ハウトラスのままであった。しかし1909年、明治42年、融雪時の洪水によって、橋脚の土台がえぐられ、橋は傾いた。翌1910年、明治43年1月から、復旧工事が開始したものの厳冬期の作業は、父として進まず、本格的な工事には、春の訪れを待つ必要があった。さらに6月6日、 当時の札幌市場最大規模の洪水が、まだ完成していない工事現場を見舞い、多数の流木が、両岸の堤防もろとも仮り橋脚を破壊した。この後十数年にわたり、仮橋をかけて、応急処理でしのぐ期間が続いた。1924年、大正13年、東京帝国大学名誉教授で、港湾工学の父と呼ばれた、広井サの指導の下、 義手の山口圭介と義手の高橋勝恵によって設計されたブレーストリブタイのアーチ24アーチ橋が3年の歳月をかけて完成した。なお48年前、木鉄混合トラス橋の設計者であったホイーラー教頭の下で、広井は札幌農学校の生徒であり、26年前に初代鉄橋を設計した岡崎は、その数年前、札幌農学校で、 広いの一番弟子であった。ブレーストリブタイのアーチは二重のアーチをトラス状に連結補強した構造であり、八津山橋、東京都品川区、1914年完成、1985年解体。大川戸掃除設計に次いで、日本国内で二番目の採用となっただけでなく、初めてこの構造を連続して設け、橋脚に生じる水平力を軽減したことで、 三陰石で外装されたつつましい橋脚が可能となるが、画期的な橋梁であった。同年8月の竣工式には、当時の内務大臣、若槻玲礼二郎も、列席6万人の見物客が訪れたという。札幌電気軌道、現在の札幌市電も豊平線として橋を渡っていた。1971年、昭和46年廃止。 この二代目鉄橋は20年以上の長きにわたり、札幌の街並みと調和して、市民を魅了し、旭日橋、旭日川市、ぬさまえ橋、釧路市ともに、北海道三大名橋と称された。戦後、経済成長とともに、自動車が普及すると、道路の拡張が実施され、豊平町、現在の豊平区側の道路も27メートルに広げられた。 福音の狭い豊平橋付近で渋滞が発生したため、橋の架け替えを決定した。工事期間中の3年間は、仮橋が架けられ、アーチ型の旧豊平橋解体後から1年4、かヶ月の1966年、昭和41年に、新しい豊平橋が竣工した。橋桁が一直線に川を横切るデザイン、桁橋で旧豊平橋で使用された。 見影石を再利用している。なお、旧豊平橋は、北海道開拓記念館、現、北海道博物館に模型が作られ保存されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。